祝いサイクロン実装おめでとうございます。デュエルリンクスサービス開始してもうだいたい4年から5年が経とうとしているんですが、4年から5年経とうとしてやっとですねサイクロンが実装されました。いや遅すぎ、遅すぎて遅すぎた。マイソーあのこのカード待望のカードなんですけども、もう今や環境的に遅いみたいなね、コズミックサイクロンあるしサイクロンいるみたいな話になってるんですけども、今回はこのサイクロンをなんとかして活躍させていきたいというふうに思っておりまして、アンティークギアデッキをね、組んできました。これサイクロンって別に相手のフィールドの魔法トラップじゃなくてもいいんですよ。自分のフィールド上の魔法トラップカードを破壊してもいいんで、自分のフィールド上の魔法トラップカードを破壊するっていうギミック、結構いろんなデッキと相性が良くて、まあサイバルデック、オーバーフローを割ったりとかもできるんですよね。まあやっぱりあのアンティークギアがやっぱりね、相性がいいかなと思ってで組んできました。でアンティークギアデッキとかいうマジで昭和の太鼓すぎるデッキを作ってきたんで、もうなんかどうやって組んだらいいかちょっと覚えてなかったんですけども、なんかこんな感じになりました今組んだら。ですね、やっぱマジカルシルクカットっていう最強カードは使いたくて、これ相手のバトルフェーズ中にデッキから魔法トラップカードをなんかモンスター扱いでセットできるっていう効果なんですよ。自分のフィールド上モンスターがいれば、だからこのカードを使ってギアタウンをデッキから出してきて、これ破壊されるとアンティークギアモンスター出せるんで、これ結構ね、まあ、これ有名なコンボだから、マジカルシルクカットで、このギアタウンを2枚出してきて、でギアタウン破壊されてリアクター出てくるみたいな、こんなムーブですね、想定しているのは。で初動区でやっぱこれだけだと足りないんですけども、マシンナーズフォートレスとか入れ出すと枠足りないんですよ。本当はマシンナーズフォートレスとか一族の結集とか入れて、なんかデスペラードとかもう入れたいんですけども、枠足りなすぎてこれとか入れたいから、だからもうこれが3枚で一応完結できてるから、まあこれかなみたいな感じですね。でモンスター引けてないっていうパターンもあるんで、そういう時にはもう魂のウェーブホースしたりとかをしていくと、で一応フィールド上にモンスターがいなければ墓地のアンティークを無限に蘇生できる、アンティークギアリボーンみたいなのも、まあ、ぶち込んでいると。でこのウィンダとかの耐久力とこのマジカルシルクアットでの、まあ、コンボによって、まあ、このモンスターたちを立てて、でモンスター無効にしてぶん殴っていくっていうね。でね問題点としてはやっぱ3300を、超えられてしまうと、打点が超えられてしまうとマジでほんとなすすべないっていう致命的な弱点があるんですよ。だから一応ランク4出せるように、まあ、デッドリシンとかね、この辺のダイヤウルフとか、まあ、深淵とかこういうモンスターを入れて、まあ、なんか回答を一応入れております。はい、まあエネコンとかね本当は入れたいんですけども、展開力がめっちゃあるわけじゃないし、なんかあんまり強くないなと思って、なんでまあこんな感じになってますね。エネコンとかねあればね一応回答にはなるんだけど、相手のフィールド上のなんか3300を超えられるとマジでやばいっていう声が起きるんでね、まあ、ちょっとさすがに弱かったけど環境的には。まあでもサイクロン使うんだったらこんな感じだと思うから、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイなのね。さあお相手の方、会話社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴン、相手にとって不足はないだろう。俺のフェイズなのか、ゴミほど弱いなこれゴミほど弱いぜ。どうしよう、展開しとくのも結構ありっちゃありなんですけどね、展開しとくのはそこそこありなんですけど、どうしよっかな。でもこうするのが一番なんか丸そうな気するわ。さあちょっとなんかやってしまっている感はありますが、ハンド的にはやっぱりね、バックチョキばっかり積んでてもしゃあないんでね、モンスターは入れとかないといけないですよね多分ね。はい、剣士は OK、 いいだろう。さああとは剣士がもう一枚あるかどうか、ちょっと霊流がね一番きついんで、まあ霊流でサイクロンを抜いてくれることが一番いいんですけども。さあ、あターン終了、やったぜ、サイクロン発動、エンドサイクロン、これが必殺のエンドサイクロンという技よ。神ゲーだった。いいぞ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 、ああうわ強い、それはそれは強い。ギャラクシーサイクロン発動、ギャラクシーサイクロンの効果によって自分のフィールド上のギアタウンを破壊する。そしてギアタウンが破壊された場合の効果発動、デッキからアンティークギアリアクタードラゴンを特殊召喚、そしてギアタウンをセット、バトルフェイズ、おれいおれい効果、ギアタウン破壊、懐かしすぎるだろ。
この動き懐かしすぎるだろう。これが問答無用アンティークギア1級対戦、ありがとうございました。あまりにも脳筋。さあお相手の方来たぜ、アートネイチャー。相手はアートネイチャー。さあリシドさん、どういったら来たんでしょうか。リシドといえばもうほんと罠山地獄っていうイメージあるんで、まあ、大体なんか罠ガンクセしてくるイメージありますけどね。で罠ガンクセしてくるデッキは意外と強いと思うんですよ、アンティークギアって。結構っていうフラグをね立てていきたい。さあセットセット、よし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 。てかエクストラないってどういうこと、どういうデッキ。感謝のサイクロン、これは感謝のサイクロンですね。まあでもちょっとサイクロン2枚ないから、どうしようかな。まあ1枚は打ちましょう、1枚は打ちます。さあサイクロンでまずは真ん中をぶち割っていく。さあそのカードは何ですか。あフレンドリーファイヤー、強えな。クソフレンドリーファイヤーは強え、普通にチキショー。サイクロン割んなくていいか。ギャラクシーサイクロンの方が強くないってなってるけどね、今正直。ぶっちゃけギャラクシーサイクロンの方が強いんじゃねって思ってる俺は今のところ。だってさ今これギャラクシーサイクロンで割ってさ、でまあアンティキ系ワイバーで殴ってさ、であれじゃんね、なんだっけ、次のターンで割ればいいからさ、言うてそっちの方が強いんじゃねえかっていう話はあるんだけど、まあとりあえずこれ脳筋なんで、スーパー脳筋デッキなんで、一旦アンティーク、あ、じゃあギアターンを発動していく。そしてサイクロンでぶち割っていきましょう。ちょ、これチェンシダメ、チェンシダメ、チェンシダメで、サイクロン発動。サイクロンによってギアターンを破壊し、これでフレンドリーファイアだったらやばいけどね。さあサイクロンでギアタウンを破壊し、ギアタウンが破壊されるとデッキからアンティークギアモンスター1体を特殊召喚できる。さあ来いアンティークギアリアクタードラゴン。そしてアンティークギアフォートレスが発動されている場合、このターン召喚特殊召喚したアンティークギアモンスターは相手の効果の対象にならない、そして効果では破壊されない。これが最強くらえアンティークギアリアクタードラゴンの攻撃。そしてアンティークギアリアクタードラゴンの効果発動、相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚選択し破壊する。うわー懐かしすぎるだろこの動き。さあお相手の方、暗黒怖いの機械出た。ミラーか、これミラーか、これミラーの可能性全然あるな。あのサイクロン実装されたんで、もしかしたら使ってる民がいる可能性はありますよね、全然。さあ一体どんなデッキなんでしょうか。まあワルキューレっていうパターンもありますけどね、全然。結構ね、あの永続魔法なんでね、アンティークギアだ出たアンティークギアミラー、来たアンティークギアミラー。なかなか熱いじゃねえか。どっちが本物のアンティークギア使いか決着をつけようなのね。ギアタウン、あダブルサイクロンかな、あれくせえってことは。いやダブルサイクロンくせえな、ダブルサイクロンくせえな、ダブルサイクロンってこっちにあんだよな、もう。あーいや怖え、むずいな。でも一回サイクロンであれ割ってみる。これ割ったらさ、ダブルサイクロンだったらこれチェーンであれだもんね、破壊したらタイミング逃すから。サイクロン、くそー、そっちか。なるほどな、なるほどな、なるほどな。いや結構やばいよもうほぼ負けみたいなのがあるけど、これやばいよ、もうもうカードやばい。波紋のバリアウェーブフォースガチクソ腐ってると思う、これバカみてえに腐ってると思うわ。ちょモンスター引けれんだよ、全然モンスター引かないとマジでマジカルシルクカット全然打てないっていうね話あるんですけど。うわこれだからリリース召喚かな、リアクターいるかな、リアクター、リアクターいます。サイクロン、いやー人生終了のお知らせ。あそっち、なるほど、もう一枚ある、もしかしてもう一枚もしかしてあります。あでもギャラクシーサイクロンの方なんだ、ギャラクシーサイクロン、え、じゃあ出てこないよねこれ、出てこない、あれ
出てこないね。オッケーオッケーオッケー。なんか耐えたけど、耐えたけどモンスター引かないときついんだよな、もう。あ、ウィンだ。マジカルシルクハット使いたいから、これこうじゃないかな。で、モンスター効果は無効になるけど、多分ね、これ大丈夫なんですよね。あの、ギアタウンさえ発動できたら。で、一番いいギャラクシーサイクロンしか落ちないから、相手、墓地に。多分大丈夫。いけると思う。バトルステップのスタートステップで打てば、マジカルシルクハットは使えるはずなんで、ウィンダーの効果は、無効になるかもしれないですけど、あの、ワイバーンに殴られて。なんで、多分なんとかなるんじゃないかなっていう。ギャラクシーサイクロンいいだろう。出てくんのはいいだろう。いいだろう。そのぐらい許してやろう。さあ、ギアタウンの効果発動されて、で、リアクタードラゴン出てくる。いや、きつい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 。あー、強い強い強いよ、強すぎるけど。ちょ、一回こいつ対象に取って、デッキからギアタウンと、ギアタウンを発動。さあ、どうする、さあ、どうする。ギアタイムはね、墓地に送られて破壊された時の効果なんで、確か、発動できると思うんですけど、発動できなかったらほんまにごめんなさい。確かね、破壊された後の効果は発動できるんだな。あ、でもそれ OK。ギアタウンの効果発動。ギアタウンの効果によって、デッキからアンティークギア、リアクタードラゴンを特殊召喚。そして、もう一枚ぶん殴ってくるよね。そうだね。OK。OK、OK、OK、OK。オッケー。なんだこの試合、この試合なんだよこの試合。で、ギアタウンの効果発動していく。ギアタウンの効果で、リアクター出てくる。さあ、またリアクターでぶん殴られていく。リアクターで、あ、そっち、なるほど。そしてギアタウンが、俺は破壊されるぞ、エンドフェイズに。あ、まだいけんの、強い、やば、やってることやばすぎるだろ、ふざけてるわマジで。強すぎ、強すぎ、ワロタ。これ、活動しないんだっけ。あ、するよね。オッケーオッケーオッケー。するんだよ。これするんですよ、これ。で、墓地からリアクターしかねえよな。墓地からリアクターしかやることないんだよな。墓地からリアクター。いや、これ返せんのかな。こうするしかないね。で、リアクター特殊召喚。絆の力とかがないので、マジで相打ちしかできないんだけど、あー、なるほどね。じゃあ、ワイバーン召喚、ワイバーン効果。で、フォートレス、フォートレスで、あ、これワンチャン、なんか、あれ？なんかこれワンチャン返せるんじゃないこれ。これ殴って、ちょっと待ってね、考えるわ。3300、2000殴ってどうなる？ 2000 殴って、で、出てきて、で、ぶん殴って、で、殴って出てきて、でも、まあでも、ん？でもこれこうして、で、こうして、で、これ破壊します。で、墓地から特殊召喚します。で、殴って、殴って、むずむずむずすぎない？これ、でも、全部掃除した方がいいか。こうして？だって、あれ殴っても意味ないもんな。あれ殴っても結局意味ないから、こうして、で、効果発動して、これ割って、で、効果。これ合ってたのかな？今なんかモンスター残る方法あったかもしんないな。ちょっと、ミラーとかマジで久しぶりすぎてガチでわかりません。神ゲーすぎます、これ。セット、いいだろう、いいだろう、ドロー。やったんか。いや、ギャラクシーサイクロン欲しいな。ギャラクシーサイクロンかサイクロンが欲しい。ギャラサイがね、一番強いんですよね。相手のセットを割ってから展開したりできるんで。ドロー、ギャラサイ来た、ギャラサイ来たぞ。ギャラサイ発動して、ギャラサイ発動して相手の癖割って、いや、どっちだろうな。まあ、どっちでもいいけど、で、次のターンのギアタウンで展開か。それが一番そうだな。ダブルサイクロン、それ何、え、それ何、その癖。うわ、フォートレスだー、ギャー、助けてー。なんかパズ
ズルデュエルみたいになってるわ。なんかパズルデュエルみたいになってません？さっきのプレミしたから、プレミしてたら教えてください。